京都時代の秋武徳川秋武ベルギーでの幕府、施設団、中央左が、秋武徳川秋武は、清水徳川や第六代当主、後、水戸藩第十一代の藩主、第九代水戸藩主、徳川成明の十八男で、第十代藩主、徳川義厚、第十五代将軍、徳川義信の異母帝にあたる。聖母は、側室、までの工事健防の六女、六子、 署名は、松平明則、字は氏名。五はさん、四郷は、不思考。子は、徳川武貞など。正人新納妃。花子の祖,祖父。永六年。江戸駒込の水戸藩中屋敷で誕生する。幼名は、与八丸、生後半年から水戸にて養育されるが、幕末の動乱のため、文久三年には再度江戸入りする。同年、京都で病に伏した兄。 松平明君の看護の名目により上落する。当初は長者町の判定に滞在するが、金門の変の後は、東、王谷長楽寺、本国寺に滞在する。退教中の砂漠活動は、多忙を極め、金門の変や、天狗島の乱に際しては一軍の将として、出陣するなど、幼年ながらも、幕末の動乱に参加している。十五位下、自重県民部大輔に叙任。 第14代将軍、徳川家持の死去に伴い、意味をお秋武と改める。慶応2年、それまで20年にわたり、当主不在であった、清水徳川家を相続再興する。同時に、パリ万国博覧会に、将軍、吉信の名城として、ヨーロッパ派遣を命じられる。慶応3年1月に、施設団を率いて、約50日をかけて突出した。施設団の中には、 会計係として、渋沢栄一、随行委として、高松良運通訳に、山内筒美雲、随行員に、星名俊太郎がいた。ナポレオン三世に越見し、パリ万国博覧会を訪問する。万博終了後に引き続き、幕府代表として、スイス、オランダ、ベルギー、イタリア、イギリスなど、欧州各国を歴訪する。その間に、オランダ王ウィレム三世、 ベルギー王、レオポルド2世、イタリア王、ビットーリオイマヌエーレ2世、イギリス女王、ビクトリアに越見した。以後は、パリにて、留学生活を送る。この頃の秋田家は日記をつけており、徳川秋田家幕末隊を日記に再録されている。慶応4年に1月に兄である将軍、吉信が、大政奉還を行ったことを知り、施設団の立場は微妙なものとなる。3月、賭場。 富士見の戦いの方が、フランスの新聞に掲載され、随行していた、栗本モ守らは帰国し、秋武をはじめとする7名は残留した。ほどなく、新政府から帰国要請が届くが、4月の段階では吉野部から、このまま滞在し弁学するように手紙が送られている。5月15日新政府よりの帰国命令書が届き、ついに帰国することとなった。 滞在最後の思い出とするためか10日間、ノルマンディのカーンやシェルブールを回り、ロワール川川口の南都まで旅す。パリに帰ると、長兄で、ミトハンシュ、ヨシアツが死去したとの手紙が届いており、正常安定のために、次期藩主に指名されることとなった。9月4日に、マルセイユを出港、11月3日に、神奈川に帰着した。この間、ミトハンでは、 藩士の分裂を抑えきれず、行動間戦争が勃発している。ヨーロッパから帰国した翌年の1869年に、三戸徳川家を相続し、藩主に就任、明治2年、藩籍奉還により、三戸藩知事となる。北海道の土地割渡しを出願し、明治2年8月17日に、北海道手塩国の内戸前軍、手塩軍、上川軍、 中川軍と北三国の内利尻軍の敬語軍の支配を命じられた。明治4年7月14日の廃藩置県により、藩知事を免税られ、東京府向島の小梅邸に暮らす。明治7年、陸軍将尉に任官する。初期の陸軍と山学校にて、教官として、生徒隊に軍事教養を教授している。明治8年、中野院通富の娘、栄姫と結婚。 明治期のフランス再留学、編集明治9年に、フィラデルフィア万国博覧会の御用係となり、訪米する。その後、兄弟の土屋教授家、松平信則と共に、フランスに向かい、再び留学する。なお、前の留学から8年の間に、フランスは第二帝政から第三共和制へ移行している。明治十三年に、留学先のエコールジュを退学。同じく、 フランスに留学中の老い、徳川特計と欧州旅行の後、ロンドンへ半年滞在し、翌年6月帰国した、吉信の聖母吉子は、明治に入って、水戸城を出て、偕楽園の公文邸で暮らしており、公務を退き、小梅の屋敷に移った秋竹は吉子に同居を進めて、水戸から招いている。明治16年1月に、長女、秋子が生まれるが、 翌月産後の日立ちが悪く妻、栄子が死去。5月に隠居願いを提出し、老いの特計に家徳を譲った翌年には、数えで80歳の吉子を伴い土手帝に移った。やがて明治25年、次男、竹貞が死者区に除されて、松戸徳川家を創設している。自転車や狩猟、写真、園芸などの多彩な趣味を有した。隠居後、盛んに静岡と往来し、 吉野のと一緒に写真撮影や狩猟に出かけるなど交流を深めた。写真撮影には熱心で自ら現像も手がけ、現在もなお多くの写真が残されている。実は、徳川成明の息子のうち、吉野の秋武、慶徳、池田茂生を除くと写真が現存していない。また増援にも注力し、現在は千葉大学園芸学部の用地にあたる区画に西洋式庭園を築いて、 植物の栽培を手掛けている。その庭は、与謝野秋子が和歌に詠んだ松戸の丘である、吉信が1897年の秋に、東京の巣鴨に移った翌明治31年に、特計が44歳で死去。維持の国行が11歳で、水戸徳が明け当となり、秋武が後見となる。明治43年7月3日、小梅邸にて死去した、去年58。 以下勲章等、明治16年2月の夫人、栄子の死後に五歳を迎える話もあったが、隠居の身分となったこともあり、正式な妻は迎えなかった。同年10月に、けとして入籍した、斉藤八重は、実際には、五歳の位置にあり、秋武が同居を進めた、成明未亡人の吉子と共に徒弟邸に暮らした。合津藩主、松平かたは、自身の養子に、当初、 秋田家を望んでいた。秋田家が清水家を継いだため、代わって秋田家のすぐ下の弟の信則を養子とした、留学中の日記の中に、1868年8月3日の出来事として、朝8時、ココアを飲んだ後、海軍交渉を訪ねると記しており、これが記録に残る限り、日本人が初めてココアを飲んだ資料である。 吉信は1893年に聖母を亡くした後、公爵に除せられ、政治的地位を回復するのが1902年である。大農牧場は、水戸藩が直接経営した馬の牧場。江戸時代の水戸藩が軍用と農耕に用いた馬を多く産出した。二代藩主、徳川光国が1678年、下佐と相馬から馬を導入して、玄高萩市大農に開設した。 また1833年、徳川成明が開設した、桜の牧場は厳美としたんしモバルにあった。1788年に廃止、松岡領主中山家が管理して、春と秋の年に回馬市が開かれ、天保の改革の一環として、徳川成明の代に再興された。馬に加えて、牛の放牧も行う者の,の経営に行き詰まり、1869年に、 再び廃止された、秋田家は隣接する日立大田市の天竜院地区にも、牧場を開設した、放送途中に、三代目、中村橋之助を襲名。したがって、総集編放送当時の表記も、中村橋之助となる、展示図録。ありがとうございます。